灘の市を作るために。新聞を取りなさい。ハサミを取りなさい。あなたが、市に与えるつもりの長さを持つ記事を、新聞から選びなさい。記事を、切り抜きなさい。次に、この記事を構成する号を、一つ一つ、念入りに切り取りなさい。そして、それらを袋に入れなさい。そっと、揺り動かしなさい。それから、切り取った号を、一つずつ取り出しなさい。袋から、出てきた順番に、丹念に、書き写しなさい。あなたに、似つかわしい詩が、できるでしょう。今やあなたは、俗人には理解されないが、魅力的な感受性を持った、どこまでも、独創的な作家となるのです。